皆さんお久しぶりです。矢口まりです。いや石井さんもお久しぶりです。どうも。さあということでですね、もう本当にバラエティーの矢口だと思われてきましたけども、見てください、こちらアーティスト活動してますよ今ということでですね、こちらで、3月25日発売のですね、今日ですね、本日発売でございます、青春僕ということなんですけども、もうこの曲は本当にですね、ものすごいいい曲です、自分で歌わせてもらってるの申し訳ないぐらい本当にいい曲でですね、カシアス島田さんという方のプロデュースなんですけども、とにかく青春熱い曲になっております。ぜひとも、もう皆さんの年代にぴったりの曲だと思いますので、ぜひ聴いてほしいなと思います。ということでですね、PV ビデオを見るということでよろしくお願いいたします。ということでプロモーションビデオいかがだったでしょうか。そうですね、この曲はですね、青春、タイトル青春ありますけども、まあ私にとってはですね、青春モーニング娘時代ですね。もうとにかく突っ走ったなという感じでですね、まあこの曲は青春真っ只中の人でもいいし、もう過ぎちゃったかなっていう人でも聞き応えのあるですね、青春を歌っておりますので、ぜひとも幅広く愛していただけたら嬉しいなと思います。カンペ、はい、矢口さん、ヤウデの青春といえば何でしょう。まあそうですね、これしかないと思うんですけども、生矢口、いろいろやらさせていただいたんですけども、ということで今から生矢口での矢口さんの活躍を見ていただき、思いっきり青春に浸っていただこうと思います。いやもういいですよ、あれは石井さん、もういいですって。今バラエティ活動からアーティスト活動になったから、それもちょっと封印してほしいなと思ってるんですけど、いいですか、見るんですか。じゃあちょっとだけですよ、お願いします。うわー懐かしい。これいつ、あデビュー10周年、この子。いやもういいよ、ほんとこういうのが一番恥ずかしい。ノリノリじゃん私これ。ズッキュン、うわ最悪だ最悪だ赤だめ、赤だめ、これやったね、これ。あ、後輩たちもいっぱい来てくれたんだけど、いろんなのにしちゃったな。どこが悪いの？滑ってる。恥ずかしい。気持ち悪くなったこの番組で。うわー、これ怖い怖い。うわあ、青汁飲んだな。おおいったー。さあカメラに一言まずいあ、わさび寿司広瀬って呼ばれてるやだそういえば自分で言っちゃったんだよな昔広瀬さんに似てるって言われた。まだあんの？長くない？これもういいよ。それでは、うわ、あー来た、最低なの来た。うわこれもう本当人生の汚点。次の方どうぞ。うわもうこれ本当に嫌だ。
あ、どうも。あ、ヨジョさん。はい。あ、じゃあね、あのシャツめくってください。はい。ちょっと待ってくださいね。はい、急いで。はい。はい。はい。じゃあ大きく息吸って。はい、これちょっとフルバージョンじゃないですか、超やだ。あ、はいはい、わかりました。ちょっとね、はい、具合悪そうなので、はい、今日ね、検査入院してください、ヨジョさん。え、いや、でも僕明日仕事があってちょっと止まれないんで。いいからいいから先生、あなたのことをいっぱい見たいの。もう最悪。はい、終了。あー、もう本当に嫌、本当に嫌。あ、出た。これ同じ日じゃない、同じ日じゃない、これ。よろしくお願いします。いや、この日の私どうかしてたんだろうな。すごい。それでは宮口真理さんに質問があるんですけども、その名前の由来は由来ですか、はい、由来はうちのお母さんが文字数で決めましたにゃん。文字数で決めたの。意外と正解判断ってことは答えすごいですよね。いや、もう本当やだ。最近ハマってる遊び教えて。あ、子猫遊びだにゃん。子猫遊び、子猫遊びってどんな遊び。いい子一個してだにゃん。なんやんってどういうこと。ヨジョさん、もうヨジョさんのいつもの無茶ぶり、ほんと。ねえ、わかんないですよ。もう、子猫の気持ちになって、これ生放送でしたからね。いい子してだにゃん。いい子してだにゃん。はい、終了。きついなぁ。すごい、さすが。いやこれひどいでしょ、この VTR。 大丈夫、これ流せるんですか。いやちょっとね、これを生でやってたと思うとなんかちょっと危ないですよね、本当にね。生矢口ってどんな番組でしたか。まあ今のをね、ご覧になってもらったら分かると思うんですけど、まあ本当に鍛えられた番組ですね。こんだけ無茶ぶりがひどい番組はないです。しかも生放送で、そうですね、編集もできない状況ですよ。まああんなんだったら逆に私は編集していつもオンエアしてもらってるんですけど、でももう生矢口は全部を見てもらったという感じでですね、まあ本当バラエティの力みたいなのは生矢口でいろいろつけてもらったなという感じなんですけども、ということで、久しぶりに無茶ぶりしたいと思います。最近ヤグさんが気に入ってるモノマネを見せてください。もういいよ、今日これ、今日発売のこの告知をしに来たんですよ。私は久しぶりに呼ばれたと思ったらまた無茶ぶりをさせるわけですね。いつもブログ読んでます。まあね、じゃあブログ読んでるっていうことなんでしょうがないですよ、今回だけですよ。まあちょうど最新のモノマネができたのでちょっと披露したいなと思います。ですね、ウィル・スミスさんがたまにする顔マネいきます。はい、以上です。これね、本当たまにするんです、この顔ね。これウィル・スミスさんたまにしますから。はい、これです。まあこういった感じで、まあ、今も楽しく過ごしております。ということでですね、まあ生矢口はバラエティ番組で、そしてバラエティ矢口をいっぱい見てもらったわけなんですけども、ただいまこちらアーティスト矢口としてですね、3月25日今日ですね発売のこちらのシングルで頑張っておりますので、ぜひとも皆さんたくさん聴いてください。そしてまたギャオに遊びに行きます。以上、矢口真理でした。